ヘルメット使ったらめっちゃ守備良くなるの知ってた。今回は守備のポロがなくなる翔ちゃんオリジナルのグローブの手入れ方法についてお話します。当たり前やけど、まずグローブを毎回練習試合手入れしてますか？手入れすることはめちゃくちゃ大事やねんけど、練習や試合で帰ってきたらグローブについてる泥汚れをこういったブラシで落とします。落とした後、こういったグラブ用のクリーナーを使ってタオルでも使い古しのソックスでもいいし、つけすぎずに少量をしっかり伸ばしていく。それが終わったら、次にこういったトリートメントオイルっていうのを使って皮を保湿してあげる。お母さんの肌のように。このトリートメントオイルを直に手につけて、グローブに感謝の気持ちを込めてしっかり塗ってあげたら準備完了。ここからめっちゃ大事。しっかりと皮が保湿された状態でこいつを使います。こいつをかぶりますっていうのは嘘。このヘルメットに先ほど準備したグローブをこういった形で押さえてあげる。しっかりと密着させる。で、皮っていうのは直射日光に当てるのは良くないので、このグローブを入れるケース、これをかけてあげる。これだけ。そしたらこのグローブ1日後、こういった形で入り口がとても広がってます。やってみてください。以上。